はい、ということでアメリカ横断オルタクイズパート2、引き続きやっていきましょう。第7回目でございますかね、先週ようやくニューヨークにたどり着きまして、いやーこれはちょっと感慨深かった。6週目にしてやっとっていうね、すごい嬉しい状況になっておりました。でもね、永田さんですか、第13回大会の準優勝者永田さんがすごい立ちはだかり方すごい立ちはだかりで、ワンサイドゲームでしたね、完全に負けましたので、私負けましたわっていう、そんな回文が思い浮かぶ、そんな先週を過ごしまして、今週再びニューヨークを目指してやっていきたいと思います。先ほど、Amazon プライムビデオの方でね、僕がプライム会員になってるので、ビデオを見てたんですけど、その中で内村サマーズっていうね、番組があるんですよね。うっちゃんなんちゃんの内村さんと、サマーズの2人が、MC のバラエティ番組、ロケ番組なんですけど、その中で最新回にね、大自然クイズっていう恒例の企画があるんですけど、その番組のね、恒例企画大自然クイズっていうのをね、2016年版やってまして、今頭の中もすごいクイズやりたいっていう気持ちになってるので、すごくいい成績が出るんじゃないかと、頭の中で思っております。やっていきましょう。パスワード馬なエンタ、これでいきましょう。はい、行きました。ということでニューヨークを目指すんですけど、これちょっとね、やっちゃったなって思ったこと、がありまして、それがね、このマサチューセッツとシアトルとワシントンって、これもう3大時間かかるやつ3大時間かかるチェックポイントなんですよね。だからこれからはもうニューヨークをただ目指すだけっていう段階に入ってるにもかかわらず、このワシントン、マサチューセッツ、シアトルって、もう一個一個すんごい時間があるの、あれクリアするのだからこれをちょっとミスったなーと思ってね、どうせならなんだろう、すぐ終わる、なんだろうな、ソルトレイクとか、もうそれこそグアムと、なんだ、ハリウッドでいいんだよねグアム、ハリウッド、コロラドぐらいでいいんだよねそしたらすごい楽にニューヨークに行けるんだけど、残ったのがこの3つっていうのがね、ちょっと心残りです。ただまあやり直すまではいかないと思うので、まあこれでいきましょうか。せっかくですから仕方がないということでね、やっていきます。そしたらまたワシントンをする場合はこうね、スクリーンショットを撮る準備をしておかないとスクリーンショットがすぐパッと見れる状態にしておかないと、非常に不利になるので、ワシントンから行こうかな。まあ、そこら辺はもう軽くカットしてると思います。問題だけをこうお見せするみたいな形になるんじゃないですかね。そんな感じでニューヨークを目指してやっていきますので、問題だけでもお楽しみください。じゃあ行きましょう。ワシントン。さあ、ここは、あれだね。金庫開けクイズね。金庫開けの番号を覚えきれないので、僕はもうスクリーンショットを毎回使ってやっていきます。今回もそれでいきますね。はい、スクリーンショット。はい、OK。これを見ます。ほい、ちょっと待ってください。7788995529。 OK、 はい、正解。さあ問題です。いきますよ。次のうちスターリンの趣味は、これがね、靴作りやったっけ。お、正解まあこんな感じの、番号を覚えて金庫を開けてクイズを答えていくっていう、それの繰り返しですね。ですのでカットしていきます。問題だけお楽しみください。いきましょう。シャーロック・ホームズが一度落ちて死んだ場所は、これ崖じゃなかったんだよね。滝、ああ滝か、滝に落ちて一回死んだんや。よう分からんけどピンときてないね、まだ。お、これ覚えやすいな、これ覚えてるわ。0337779999。違う覚えれるわっつってやったのに、覚えてなかったよ。
あ、0333555777か。555777。あれ違う？0335557777か。わかった。0335557777。はい、覚えた。俺でも覚えた。こんな俺でも覚えれた。第3も東京方眼図というガイドブックを作った人は、これがわかんないんだよね。夏目さん。違うか、夏目さんじゃない。今話題の夏目さんじゃない。そっちじゃないって。夏目ミクじゃねえよっていうね。はい、行きましょう。第4問、マラソンで飲むと不利な飲み物は、これがレモネードかな。あ、レモネード合ってた。よっしゃー、通過です。さあ3問正解なので続いていきましょう。マサチューセッツかな。うん、言えてなかった。ギリギリ言えてなかった、マサチューセッツ。さあここはですね、15パズルですね、15のパネルをこう順番に 1,2,3,4,5 っつって並べていくっていう、そういうパズルですね。やっていきましょうか。全くこのマサチューセッツ工科大学に関係ないとは思うんだけどね。やっていきます。これをぴったりと番号を合わせれば、クイズの問題がそこの部分だけ見えていくというスタイルのクイズですね。はい、じゃあ行きましょう。問題です。和食のマナーでお椀を持ってから箸を持つ。丸。はい、正解です。さあ、続いていきましょう。はい、じゃあ問題いきましょう。はい、1月11日は犬の日である。これも先週やったね。丸。はい、正解。さあ続いていきましょう。はい、問題いきましょう。日本初デパート三越は当時畳敷きだった。バツ。あ、丸やったっけ。先週やったはずやのに忘れてた。はい、じゃあいきましょう。問題。中国では運賃や入園料を身長で区別する。丸。オッケー、通過です。よーし、マサチューセッツも通過。いよいよシアトル釣りクイズ。スカばっかり。そんな釣りクイズをやっていきましょう。3問正解やったかな。3問まず出してもらうまで時間かかるんだよね、このゲーム。3問早く出してほしいんだけど、すぐ出してくれないんだよね、このゲーム、本当に。はい、来た。第1問、別名チェリートマトというプチトマトの一種はキスミーだね。これも先週やった問題文やな。先週やったのと問題がずっと被ってる。にしてもストレートでいけないんだけどね。さあ問題来たよ。何でしょうかこれは。あ、来た。第2問、フランス語でピカピカなどの擬音語をまとめてオノマトペ。オッケー。さあ第3問、刀の刃と背の間に補強のために高く立っている角を何と呼ぶ。渡り。違う、しのぎか。そんなんわからんわ。あ、沈んじゃった。第4問、中国が10年の最悪と今でも呼んでいる革命は。文化大革命。おお、当てた。よーし、さあ行くぞ、ニューヨークだ。
さあ自由の女神がいて、はい、来ました。ようこそアップルシティニューヨークへ。ここまで来たご褒美にまずはハードソン川の景色でも楽しんでくれ。もうこの楽しむこともなくていいんだよ。もう一回楽しんだよ。もうすでに一回楽しんでんだよ。先週楽しみました。1時間、18分ぐらいプレイしてやっと楽しんだんですよ。もうだからそこはもう楽しまなくていいと思うんです。どうせ船に乗ってくるんでしょ。いや知ってるよ俺どうせ船に乗ってくんだよ俺。でちょっと進んだぐらいで画面が切り替わるんだよ。俺知ってんだよそれ。俺先週やったもんそれ。でお相手は永田なんでしょ。永田さんなんでしょ。きっと永田さんなんですよ。違う競争ですかファミコン版のウルトラクイズのなんか RPG に出てきたやつ競争さんのコメント、はい。なんで、ああ競争や、本当にクイズ心理教を世界に広めるぞって本当の競争やったガチの競争やったわ。なや、永田さんって固定されてるわけじゃないんだね、お相手は。ということで、決定戦の方法はエンタと競争に交互に答えていくということで、10問先に正解すれば、優勝ということですね。ただし相手はまあ相当な正解率を出してくるでしょうね。永田さんに関してはもう1回しかミスらなかったですからね。11問で突破しましたからとんでもないクイズ対決になると思いますけれども、頑張っていきましょう。10問先に正解するとそこでゲーム終了だということですね。間違えると相手にチャンスが渡るのでよく考えておく、答えてくれということです。最後の戦いいきましょう。用意はいいか、用意はいいぞ。ずっと第1問、世界で最も多く銅を埋蔵している国。あ、これやったね。チリ。オッケー。ここの問題まで被るか。先週何答えたかあんま覚えてへんぞ。競争のビジュアルも変わんねえな、ちゃんと。用できてるのは第2問、ヴィーナスと同一された太陽系の惑星。これわかんないんだよね。金星。あ、金星ですか。正解でした。いいですよ。さあ、競争の問題。競争はどうでしょう。当てるね。当てますよ。さあ、3問目。アメリカ大リーグを相手に4者連続三振を取った伝説の速球投手といえば誰？あ、沢村さん。OK。これも先週答えた。さあ、3問連続正解来てるよ。いいよ、いいよ。先週よりかは全然いい。さあ、競争。当てるね。さあ、第4問。現代 OL 用語で、おつぼね様といえばどういう人のこと？フル株 OL でした。正解。さあ、4問正解です。さあ、競争の番です。お、外すよ。お、いける可能性が出てきたよ。第5問。頭からかぶって着るセーターのことを英語で何という？プルダウン。プルダウンで選手間違えたんだっけ覚えてねえな、覚えてねえわ。先週取ったもう1週間前やからわからんわ。1週間以上前か。1週間以上前やね。忘れてるわ、それ。第6問、映画スティングの中で最後の詐欺はどんなギャンブル？これがルーレットじゃなかった。バックギャモン。いや、競馬か。競馬ラストっぽいなとも思ったんやけどね。やっちゃったな。競争だ。競争間違えろ。間違えないよね。第7問、帽子のショーでも有名なオーストラリア最大の競馬レースといえば何？これ何やったっけ？メルボルン。OK、当てた当てた。これも選手当てたんだよ。当てた問題は外したくないよね。さあ、競争の番です。行きましょう。お、外すよ。競争外すよ、結構。第8問、正式な茶会で仲立ちした客が再び席に入ることを何という？二度入り。あー、五入りか。五入りですわ。いやー、これはいい勝負や。これこそテレビ番組だよ。外せ。いや、外せ。いや、外せ。さあ、第9問、中央アメリカにあり、国の名前が救世主を意味する これが、エルサルバドル。OK。いけました。さあ、6問正解で、
トントンですけれども、教祖が答えるんでしょうね、きっとね。答えるんですよ、きっと。うん、答えんのかよ。そこは間違えろ。第10問、海の正倉院と呼ばれる玄界などの島。沖の島っぽいねんな。オッケー、正解。よかった、よかった。さあ、7問。正解しましたが、教祖はどうだ？お、外すよ。ここ、トン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 と、日野の2トンと来れば。第11問、ドラム。ドラムの一種で枠を、これないや。ないない。ティンパニー。オッケー、ティンパニー。オッケー。問題ほとんど読まずにティンパニーだけ言った。さあ、8問正解しております。さあ、教祖はどうだ？当てる。やばいっすよ。8問です。パトカーなどのサイレンが近づくと、遠ざかると低く聞こえるのをドップラー効果ですね。覚えてた。知ってました。さあ、あと1問正解すれば勝ちなんですけど、ここですね。ここ間違えてくれると保険ができるよ。なあ、間違えない。ここで決まる。第13問で決まる。落語の世界で最も長い名前の持ち主は、ジュゲムでしょう。オッケー。来たんじゃないのこれ。優勝？オッケー。いやー、早い。早い早い。俺とエントエンタ、この難関をよくクリアしたな。マジか、もう終わった。ちょっと、尺が、動画の尺が。動画の尺どうしよう。ちょっと、予想外だった。1回目でクリアすると思わなかった。ちょっと、想定外ですよ。25分しかやってないですけど。いいんすか、これで。おめでとう、エンタ。いやー、クリアしたよ。君こそ、チャンピオンにふさわしい人物だ。チャンピオンになった君に、いいことをしよう。なんすか、なんすか、なんすか、なんすか。実は、ニューヨークの対戦相手は、5人。尺気にしなくていいわ。5人いたわ。全員に会えることを願っているよ。じゃあまたを。やらんし。やらんで。こんなニューヨークまでやらんて、そんな。おー、エンディングじゃないですか。これがエンディングですね。ハドソン側。なんすか、これ。ん？日の入りから、日の出から日の入りまでみたいな。おはようからお休みまでみたいな。ライオンか、それ。高校生クイズやないか、そんなもん。おぉ、いや、輝いてるけどね。おめでとう。ピンポーンつって終わる？どんなエンディングや？ピンポーンつって終わる？あ、通過したシーンがね。通過したシーンが出てるわけです。ダセーな、このエンディング。このエンディングダセーな。あー、これ、シアトルね。これがソルトレイクかな。で、これコロラドですわ。これなんやろ。あー、ニューオリンズか。で、これが、アトランタ。で、これなんやろ、わからん。よく見えない。マザチューセッツね。これはダラスか。これはメンフィスか。はい。ニューヨーク。で、なに、なんか、銃の女神の台座がすげえ揺れてるよ。なんで、爆発すんの？銃の女神爆発？ウルトラクイズで爆発しちゃう？なんであんな揺れてんの？すんごい揺れてるよ。移動してんのあれ。よくわからない。でっけえ貨物船が邪魔。でっけえ貨物船邪魔、それ。なに？いらんやろ、こんな演出。なんやねん、これ。邪魔やって、これ。めっちゃ積み荷あるやん。めっちゃ積み荷あるで。なんでこんなにいっぱい置いてんの？なに手前の。手前の何ちっちゃいの。消えたけど、何イリュージョン。ひぎだ天候か、お前。プリンセス天候でも呼んだんか、お前。脱出イリュージョンか、お前。なんやねん、これ。ずっと台座が揺れてんのが、すげえそっちの方が気になるの。To be continued。なんで。ピスタチオやで、ほんと。なんでやで、ほんと。どういうこと？普通に終わったよ。なにこれ。なんなん、後味悪いの、なんなんそれ。後味悪い終わり方すんの、なんなんそれ。なんもないやん、これ。ニューゲームしてもなんも変わんないでしょ。ノーマルイージー、もともとあったもんね。
なんなんこれ、7周かけて後味悪く終わるのやめて。To be continued ってなんなん。まあということで、とりあえずウルトラクイズこれで終了ということでいいんですかね。ということになりますね。ちょっと待ってくださいね。オープニングもう一回見てから終わりましょうか。はい、ということで、はい、ウルトラクイズ GB でニューヨークに行ってくるわっていう、再びニューヨーク行ってくるわみたいなタイトルでやりましたけれど、無事ニューヨークに行ってきて、そしてクイズ王になることができました。お相手が競争でよかった。本当永田だったら無理です。永田さんやったら無理っすわ。ということで、とりあえず5人の挑戦者いるらしいですけど、ニューヨークで、競争と永田さんしか知らないけどね、とりあえずこれで終わりたいと思います。さすがに5人全員に出会う覚悟はないっす。覚悟はないっす。すごい時間かかるっていうのがわかるから、取って、もう手に取るようにわかるから、わかんないっす。もう残りの3人知らないっす。知らないということにしましょう、もう。でも知らないことの方がいいと思う、僕は。そんな、まとめようとしてるけどね。ということで、アメリカ横断ウルトラクイズ、パート2、GB 版をやってみました。ゲームとしてはなんかこう、やっぱアクション的な要素が強かったですね。まあ、ダラスなんかは色濃く出てますね。10ヤードファイトかっていうね、10ヤードファイトかっていうぐらいに敵を避けつつ、クイズに答えるっていうね、間違えられないっていう。まあ、ああいう感じのなんかこう、即決で決まるようなチェックポイントもいいかもしれないですけどね。まあ、他は何だろう、ロシアンルーレットクイズ、ね、知力体力時の運っていうぐらいだから、ああいう運の要素の強いゲームもね、もっとあってもよかったんかなとは思いますけどね。だから GB 版の1よりかは本当にアクション要素が強くなったし、で他の挑戦者があんまこう見えてこないっていう、そういうちょっと進化なのか退化なのか、ありましたけれども、十分楽しめて、7週楽しむことができました。はい、ということで、今週で、一応ウルトラクイズ GB2 は終了という形を取らせていただきたいと思っております。はい、ありがとうございます。またいずれ、チャンピオン大会みたいなね、じゃない、なんだ、リベンジっていうのかな。まあ、今までウルトラクイズシリーズやるときは、クイズ王としてね、前年のクイズ王として再挑戦っていう、シリーズをやってますので、これはまたいずれにします。ちょっと一旦置いてから、気を熟させておいてからやります。ということで、来週はまたクイズゲーム新シリーズということでね、やっていきたいと思いますので、なんかやります、クイズ。ちょっとね、今キャプチャー環境が狭まってる中で、やってますので、またなんか探してやりますんで来週をお楽しみください。ということで、今週はここまでしたいと思います。短くなっちゃったけどね、先週の長さの割に今週短いけどね。ということで、また来週お会いいたしましょう。エンタのゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。